はい、皆さんこんばんは、マイクです。今回はですね、パワーイソメですね、マリキューさんのパワーイソメと、それからですね、このネオさんの、スナップ付きのチヌクロのハリスです。見にくいですかね。こういう感じですね。ハリスの交換が楽々ということで愛用しています。このパワーイソメですけど、釣り具屋さんがですね、餌屋さんがですね、開いてない時にですね、まだ開店してない時にふっとこう出かけられるようにですね、いつも常備しております。果たしてこれで釣れるのでしょうか。それでは動画をご覧ください。電球基地掛けで釣ろうと思ってるんですけども、なかなか釣れません。どうやらですね、このパワーイソメはですね、沖竿よりもですね、動かして、多少動かしながら釣った方がいいというふうに書いてあります。なのでですね、仕掛けをですね、ルアーの方にの針にですね引っ掛けてですね、ちょっとルアーの方で釣ってみたいと思います。釣れるかどうかやってみたいと思います。はい、こんな感じでですね、こういう、このようなルアーにですね、パワーイソメをくっつけた状態で投げていきたいと思います。これはただ投げて巻くだけという、超お気軽なですね、ルアーになってます。それでは釣っていきたいと思います。10g ありますので、かなり飛びますね。投げて巻くだけという、そういう製品ですので、ちょっと根掛かりがね、心配ですけど。当たりがあるといいんですけど。今潮が動いてますんで、どちらかというと満ちてきてる状態ですね。やっぱりちょっと根掛かりっぽい感じがしますね。よかった。根掛かりがちょっとありますね。
かなり高速で巻いた方がいいのでしょうか、それともまあでもあんまりゆっくりだと根がかりがどうしても心配ですね。ちゃんと戻ってきてくれましたけど、かなり飛びますね。下がですね、なんか岩になってるんですよね。で、牡蠣の殻とかも結構産卵しているポイントですので、魚はいるんですけども、根がかりがですね、多いポイントですね。戻ってきてくれましたね、ちゃんと。これでしばらくやってみたいと思います。下に着く前に、投げてから下に着く前にですね、もうリトリーブしないとですね、完全に根がかりしますね。ルアーもですね、シンキングになるとですね、ちょっと怖くて使えませんね。さあ、これで一匹でも釣れてくれるといいですね。まあ、当たりがあるだけでもありがたいですけど、はい、小1時間ですね、投げまくりました。検証円になりそうですので、この辺りでちょっと今回はですね、諦めて、まあ、帰宅したいと思います。そんなわけでですね、ちょっとジョーカーは得られませんでしたけども、申し訳なかったです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回はですね、この辺りで失礼いたします。マイクでした。